今日は霊夢たちにドッキリをしていくぜ。まあ何のドッキリをするかっていうとな、ツッコミをやめるって言ったらどういう反応をするのかドッキリー。でもただドッキリするだけじゃ面白くないから替え歌で伝えていこうと思う。それじゃあやっていこう。マリサ、いきなり呼び出してどうしたの？いや、実はな、今日は霊夢に言いたいことがあるんだ。言いたいこと？実は私、ツッコミ役を引退したいんだ。どういうこと？ツッコミをやめるって本気なの？マリサ。ああ、私は本気だぜ。そんな、マリサがツッコミやめたらどうしたら？じゃあ詳しくは替え歌で伝えていいか？うん。それじゃあ歌います。聞いてください。魔法少女とチョコレートの替え歌。やーらりファーファーラーファーファーファーラーファーラリファーファーラーファーファーファーラーファー、無味バフな冒険の世界で。やーらりファーファーラーファーファーファーラーファーラリファーファーラーファーファーファーラーファー、無駄な一瞬もすぐ褒めるかな。タイミングを見て、姫がおでばして、マリナネタは笑いに変えて、みんなの冒険披露で、笑いに立ち向かって、それを匿名はディスった。本当は、なんでしょう、ぶっちゃけなんでしょう、自分がそう思うから絶対って思ってるんでしょう。そんな感じの言うな、よくある風情で、錆びつくつこみのるって、知らん知らん。はぁ、正直もう決めたい、つうごみを決めたい、どれが的確なんてわかんないし、マリナでビニールで面倒で何回で空気が凍ってきまずいよ。やーらりファーファーラーファーファーファーラーファーラリファーファーラーファーファーファーラーファー、マリナ舐めただけの世界で。はぁ、正直もう決めたい、つうごみを決めたい、もう好きなボケだけ拾っていたい。マリサがそんな悩んでたなんて、今まで気づかなくてごめん。もう無理にツッコミしなくていいよ、霊夢。残念、ドッキリでしたー。ということ？つまり私がツッコミをやめたいのは嘘ってことだ。私がお前たちのボケツッコむの嫌なわけないだろ。じゃあ替え歌は？全部嘘だぜ。マリサー、よかったー。